虎にインタビュー、若手のみんなが頑張っているのを見て、早く試合に出たくてうずうずしてる。絶対にみんなと一緒にいたい。彼らの頑張りを見るために毎日球場にいる。常に彼らにアドバイスをしている。彼らは本当に若く、マイナーをとても早く通過したから、苦労した時にアドバイスしている。もっと大きなステージにいるわけだし、いろんなことをしようとせずに、ありのままでいなよとね。彼ら全員のために、私はここにいる。そして、成長するのを見るのが本当に楽しいんだ。文字通り、一歩一歩進んでいる。ワイラのキャプテンというかもうヒーローやん。レンドンとは大違いでさ。トラウトの成分をレンドンにも分けてあげたいわ。僕は？まるで他にサボってる奴がいるみたいな言い方やな。トラウトも十分野球漫画の主人公みたいな奴だよな。完成されすぎてるけど。兄貴はオールスターあたりには復帰してるやろうか。トラウトはもうコーチでもええレベルやな。トラウトと一緒に若手が成長してどうにか勝ってほしいな。本人は絶対焦ってるだろうけど、こういうことを言ってくれると応援したくなるし、人望がある理由がわかる。そろそろ試合で見たいな。レンドンはウォーキングを始めたらしいし、ベンチでグローブ持ってたぞ。大谷が牽制球で太ももが打撲してたらしいが、レンドンならその試合のうちに引いて IL 入りしてるな。結果的に若手のチームになっていくのはいいことだよな。プロスペクトとトレードするのが先決と思ってたが、若手が出てきてるのは勝てなくても未来に希望が見える。ワシントンはほんまに名監督なんやな。ちょっと前に選手批判して炎上してたが普通に正論やったし。それで言うと野手集めずに差しでピッチャーと話してんの、めちゃくちゃええなと思ったわ。待ち遠しいけど去年みたいに焦って逆に長引くなんてことがないように、焦らずにしっかり換気してから復帰してほしいな。数年後のトラウト、僕は毎日球場で生活をしている。こうして皆のキャプテンから父ちゃんになっていくのか。復帰してアドバイスした若手たちと、グラウンドで共闘するところは読みたいわ。